はい。えー、福岡ペイペイドーム、ソフトバンク戦2戦目。ということで、えー、タイガースは、今日もソフトバンクに負けました。今日は2対6というスコアです。これで、えー、貯金が0になって、タイガースはセリーグで4位に転落しました。4位でも、ほとんど3位とあの同じですけどね、ゲーム差ないからね。 まあそ、うん、まあでもそれで,でも首位広島と4ゲーム差やからちょっと重くなってきたな四ゲームになってきたらちょっとまずいねあのついていかないんよ3ゲーム以内やなやっぱり、えー、これで交流戦の成績は5勝11敗、えー、交流戦としては11位です西武は今日も負けてます、えー、今日の試合はね まあ、6対2という試合だけども、もう、1回でほぼ決まったなっていう感じがあるね。えー、1回の裏に、ソフトバンクの近藤にスリーランホームランをビーズリーは打たれたという。で、3対0にされてしまった。もう、この3点は、初回の3点はね、重かったね。 これで多分タイガースはかなりのダメージを受けたと思う。あ、もう今日もあかんなって多分なってたと思うみんな。もう全体にね選手だけでなく首脳陣も、えー。見てるファンもそうやったと思うわ。もうこれあかんなって。えー、さらにもう一本またホームランも打れるし。でもね、今日はタイガースの方がヒットいっぱい打ったんやで。だからどっちかって言うたら、試合9回全体で見たらタイガースの類に出してるわけやから。 どっちか言うと、押してる感じはするねよね。だけど、ドカーンというのが2発打たれてるから、それで負けたって感じだな。さて、じゃあ、今日の先発ピッターに行きます。えー、タイガースは、えー、ビーズリー。試合前は3勝0敗という成績でした。そして、えー、ソフトバンクホークスは東浜。な東浜なお、えー。試合前までは2勝1敗のピッチャー。 これはタイガーさんは有利じゃないかなと思ってたんですけどもえ結局今,の今言ったように初回に近藤にスリーランを打たれてまずは3点を先制されてしまったとこれがもう今日の敗因の1ですそれからねえーっとビーズリーは結局4回3分の1で降板してますえもう1本ホームランを打たれました えー、これはね、5回やな。5回に若手の笹川に大きいホームランを打たれたよ。フルスイングでもう完璧に打たれたホームラン。ソロホームランは打ただけども。ということで、えー、ビーズリーは今日は5回、6回と投げることができませんでした。ビーズリーの成績は4回3分の1で86球投げて5安打。ホームラン2本。えー、三振が3。ファーボールが3。えー、デッドボール0。 7 6、自責点4という結果に終わりました。これではさすがにタイガースは勝てないよ。えー、そうですね。あのー、日本のホームランは全て今日はキャッチャー、ビジルの時は梅野なんですけども、梅野が構えたところとは逆に見ないって言ます。逆だのです。アウトコース低めに構えてたが内閣の方にインコース真ん中への高めに行ったとか、そんなんですね。残念ですね。失妬です。 それから、続きまして、敗因の2位いきたいと思います。これはもう、タイガースがヒット数を上回ってるのに、ソフトバンクをね。ちなみに、タイガースはヒット8本。ソフトバンクは、ホークスは6本。2本上回ってる。にもかかわらず、タイガースは2点。ソフトバンクは6点。この差は何なんって言われたら、まあ、ホームラインやわ。基本ホームランの差や。と思いますね。 あとはね、ファーボールもソフトバンクは5個も取ったもんね。で、タイガースは3つファーボール。ねデッドボール1だから、結局アンダー相当数で言うとほぼ変わらないのよ。タイガースが12アンダー相当。そしてソフトバンクホークスが11アンダー相当と。それとも 1, 1本は上回って取ると。タイガースがね。にも変わらず、こういう試合になってしまったということですね。 まあね、タイガースは点が取れないということはもう分かってて、今日も2点しかたったら2点取れてないわけよ。で、これはね、えー、1回にね、あの、ちょっとね、これ、これはね、少し問題にした方がいいかなと思うところがあってね。1回は結局、1回の表、いきなりや、立ち上がりや。立ち上がりに点を取るいうのはタイガースにとっては、他のチームよりももっともっと重要やねなぜか他のチームよりも、打撃力がないねタイガースは。得点力がないね となってくると、相手で点が一番取りやすい時と言うのは、立ち上がりやねん。だから、立ち上がりに絶対点を取らなあかんねん、タイガースは。それを、あのー、最大限そこに集中すべきやと思うねんな。で、今の話からすると、これね、一回近本が三塁に内野安打で出たわけよ。ほんで、盗塁もしたわけよ。ノーアウト二塁やで。で、ね、中野やで。この中野があかんねん。何があかんかいとは、レフトフライ打つねん。 内角、いや、真ん中やや内寄りの、おー、シンカーや。割とこの辺のコースは、そ、あの、好きで、う、あの、中野は打てんねんけども、あの、これをね、レフトにフライにしたいうのはあかんねん。セカンドのランナーをレフトにフライ打ったら、二塁ランナーどうやって進めんのんな。頭使わなあかんわ、中野。引っ張るんや、無理やりでも。ゴロ打たなあかんねん。ー塁打打たなあかんわ。 ね、ここやったら引っ張れるダめや、これ内閣を。なんでわざわざレフトに打つんの引っ張れよ。引っ張って一、二塁間にゴロで強い当たりで、ボーンと抜けるヒット打ったら一塁三塁やで。なんで引っ張れへんのかな、俺。時々中か残りやるの。レフトフライとか。簡単に、あの、センターフライとかレフトフライ打つんねんそれわかん、ね。二塁とか、あの、ライト方向に引っ張らなあかんねん。 頭、それを言う頭にな,ならなあかんわ。誰か口突っ張くなるぐらい言わなあかんわ。だから中野の2番のあかんところはここやねん。打たしたら新塁打打てへんねん。で、バンドすんのもなんとなく中野やったら打たしたいなって気になるからもったいない気するやんか。中野の2番の弊害はここやねん。確かに近本中野の両方とも打てるバッターやから相手チームは嫌や。しかも足早いから。だから、いこの並びが一番嫌なのはわかるんやけど、 あかんとこ,ろはここやねん、中野の。進塁打打てないねん。これ何回も見てるよ、こういうシーン。簡単にガイアフライ打つの。で、進められへんねん。で、これの結果、これもしね、あの、セカンドゴロで終ってワンアウト三塁になってたわけや。ワンアウト三塁で森下佐藤やろ森下が楽になんねん。あ、ガイアフライでも1点入れられるわ、と。頑張って打たんでもガイアフライを打つように、えー、打てば、あの、なんとかなるな、と。 そういう気持ちでバッターボックスに入ったら、割と、あの、なんていうの、肩の力も抜けるから、バットの出がスムーズになるわけや。んな割と打てんねん。ところがここやったら二塁やから、打たなかん、チャンスや、チャンスや、これヒットは打たなかんと思って力入っとんねん、多分。で、結局、ボール玉に振って、空振り三振や。打ち気満々すぎて、外角の、あの、高めのボールのストレート149キロより振らされとんねん。な、中野の、 悪い打撃が森下に悪影響やねん、これ。これがだから進めてたら英語影響、高影響なんねんな。これ多分1点入ってたよ。で、ここで1点入れてたら、ここでビーツリーがスリーランを打たれてても、まだちょっとマシやねん。1点取れてるし、3点か2点差やな。まだいけるだってことなんだけど、点は取れなかったわ。逆に相手に3点も取られてしまったわけだ。ガクッて来てるわけやんか。これが、 あの、攻撃でダメだったところね。敗因の2の一つ目ね。それから8回表。8回表はね、もう最後のチャンスよ、今日。もう1回ないやん、8回。最後のチャンス。えー、これはと、この時はトップバッターは、この回は中野やな。で、ピッチャーは左のサイド気味の長谷川というピッチャーに変わってねんやな。ソフトンバンクに日本ハムから現役ドラフトで来たッピッチャーや。 ソフトバンクでは活躍ちょっとし始めてんねんな。ね。ん、ね、ちょっとよ,よくから来るから、左バッター打ちにくいよ。中野フォボール選んだ。まあ、これは良かったわ。で、えー、森下がレフト前ヒットで続いたわけや。で、ノーアウト一塁二塁や。で、佐藤前川、糸原ノイジーやろ。ノーアウト一塁二塁やで佐藤前側、糸原ノイジーやろノーアウト一塁二塁やでもう最後のチャンスや、このチャンス。あれへんやん。で、佐藤が、ど真ん中のスライダーをレフトフライに終タイミングがえへんで。 これホームランボールやで。せめて二塁打くらい打ってくれよ。これ左対左やから、やっぱりこう打ちにくいねな。ちょっと横から来るから。だから真ん中の球でもうまく当てられへんねんと思うねんけど、そういうの練習せえよって思うねん。ちょっと横から来るピッチャーの球とか。うーん、これはめっもったいないね。あんまり球来たのにない。で、その次の前側は、 セカンドライナーで終わってるな。これは佐藤よりもちょっと低めに来たいんや。でもストレートやったからタイミング合わせて打ったんやけど、セカンドライナーで終わった。で、ツーアウト一塁二塁になったところで、えー、糸原はセンター前ヒットでやっと1点が入ったと。これが2点目ですわ。で、またツーアウト一塁二塁で、まだチャンスでノイジーやねんけども、これはね、 一球、148キロのストレートを投げられた後に、最後、2ストライク、1ボールから、外へのスライダーが来たんやな。スライダーが、外に。内角に速い球が来た後に外角のスライダーが来たから、もうタイミングが早いんで、空振り三振や。という、こういう,う、内容やったね。これ、ちょうど、あの、ノイジーの時右ピッチャー、つもりに変わったんやけどね。で、結局、何やったんやったら、一定時か入った。 ここもっと入れられたやんや。2点3点入れられたんやん。っていうことをやってるから、負けんねんよっていうところですね。ラジオも、ちょっと元に戻ってきつつあるのにな。そうやな。でね、今日はね、あのー、スコアリングポジション、要は2塁以上ランナーを進めたのは、5度あったんやで。5度あってもね、2回だけかな。1点ずつ取った。 6回と8回の。それだけや。今みたいなチャンス、最後のチャンスやったんやけど、あ、もう1個あんねんで、9回にもチャンスあってんで、9回。最後、左のヘルナンデスっていうピッチャーがソフトバンク出てきて、ま入んねんな、これもう。ほんで、木並がデッドボールで出て、で、えのがセンターマイヒットを打って、ノーアウト一塁二塁や、ここも。ノーアウト一塁二塁で。で、近本、中野、森下が全員アウト。で、終わった。だから終わり。 って感じやな、うん、まあ結局打てへんねんよ。もうここでもって送ったり誰やら言うてももう9回ぐらいやん。あ9回表やんか。近本が送ったところでやん。ね、二塁三塁にしたところで、2点差やったらそれやってもええねんけど、4点差あるから、それやっても意味ないから打たせやのしゃあないねんな、ここは。だ打って打って攻撃して4点を取りたいとこやったんやけど、取れなかった。 こういう試合ですね。まあ、打順をね、さっきの話の通り、入れ替えて、入れ替えたんだよな、今日は。1番に近本、2番に中野、3番森下、4番佐藤、佐藤照、5番前川、6番糸原、7番野井路、8番木南9番梅野というところで、まあ、大山折れへんし、 まあこれが今、組める現状の打線ではまだまあ、ええ方なんかなとは思うけどね。ちょっと若手つこたらへんね若手っていうか。前側は入れてたけどな、はトヨダを入れてもよかったね、ノイジのところはな。うん、ここはトヨダでもよかったと思うよ。他にもいるんやろ他に二軍におるわな。登録を変えなあかんわな、それより。ええやん、別にノイジいいんでも。 だからノイジーを落として他のを上げる井上を上げるとかさ三重ちゃんもいらいいいないね三重選手も外して他のを上げるとかいうのはできるよまあそんなんで近本一番に戻ったけども今日はほとんど活躍できへんんちゃうかな五打数う安打か一塁一個したもんなまあそんなんですよね岡田監督さ打順をコロコロ変えて改革を頑張ってるよりその 新しい人を入れる方向に改革した方がええんちゃうんこんな同じメンバーでぐる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 やってるよりまああのー、まあ基本的にね打てなくなってきたら調子のええ人をあのー 点が取れそうなところの打順にこう入れ、入れて、で、打てない人はもっと違う打順にするっていう。入れ替えたりするんねんけどね。思い切ったことんするんやったら。それ、それはまあ。点にや,やったら新しい人作ったらええやん,ん。そうやねんけど。そうやねんけどね。あの、そういうことで、あの、打順を入れ替えることがまずは多いね。今のメンバーで。 でそこにちょっとだけに変えてやるのは、もう一般的には一番多いねん。このパターンもまあ割と多いねんけど、ただ四番に一番、まあ、近本みたいなタイプを四番にすることはまああんまりないわ。まあ、小園四番に広島もやってたけども、ちょっと小園と近本では違う気がするからね。近本の方がもっと一番に適してるバッターやと思うから。そなな佐藤がええねん。佐藤とか親見て継ぐといい人間の方が。 まあ佐藤は一番ぴったりやん、4番にただまあ確かにね、ここね、佐藤大山、佐藤、佐藤大山がこう並んでる方が、なんとなく威圧感はあるよ。で、ピッチャーが勝って、執刀するからさ。でも打たへんけどな。うん、打たへんねん、よう打たんねんけども、でもその失投はひょっとしたら打つ可能性あるやん。失投しても今の,あの2人やったら打ち損じしようねん。<な>それを確実にホームランにせなあかんねん。 ほんなら相手もちょっと、あのーなうん、投げにくいやん,なんなでも同じ人をなぐ,るぐるぐるぐる回して出したり引っ込めたり出したり引っ込めたりするんやったら違う人入れたらええやんもっとないいもっと入れたらええと思うな私そう思うんやけど、うん、もっと二軍の選手を上げたらいいと思うやんの,今日あのほら今の相手チームのソフトバンクなんか二人入れてんねんな,んな昨日の笹川と広瀬っていうのがこれ結局昨日が広瀬がホームラン打ったんやな昨日号第一号プロ入り第1号や。 で今日は佐々がい,いのはプロイジ隊長よってね。この2人、競争するかのように売ってんねん。まだ1軍6打席とかなななな、そんなんしかない,いんやで。内、うん、軍経験が。それはまあ、怖いもん知らずっていうとこもあるからさ、新人は。うん、とか。そうかもしれんや。うん。そんなんやねんで、広瀬やったかな、どっちやったかな、佐々がそうやったかな、6打数1安打とかって、1割6ならいいのバターで、まだ1軍経験がほとんどないんや。そうやのにこうやって活躍するやんか。まあ あのタイガースのさじめっとしたこのじめっとした雰囲気をなじめっとしたメンバーでぐるぐる回っててもなカビが生えるだけでな一緒一緒ああこれそのソフトバンクのこの若手の2人見ててそう思ったんや<う>ええな思ってや阪神もうんかそんなん欲しいなと思うよなそんなんが2人ぐらいこう入って競うように頑張ってくれたらやでまたこう活性化するやん, <laughs> んちょっとそう思うよなええよなと思って。 まあ、あの、入れ替えてもさ、あの、すぐ戻す、戻すというか、あの、二軍から上げた人っていうのはちょっと打てへんだらさ、もうすぐ、小型監督は、あの、外してしまうからさ。だから、その、もうちょっと我慢して使わんことにはさ、あの、慣れてけえへんねんな。慣れる前に、もう、また二軍に落ちされんねん。せやから、井上なんかでも、未だにこんな中途半端なところにおんねん。 もっと一軍に定着させて、で一軍でもっともっとつあの先発、うん、スタメン出場させなあかんよ。そうせえへんことには若いのが力つけていけへんやんちょっと一軍に上がって代打とか少し何試合か出て、で、打ってる間は少しは使ってもらえるけど、もう打てんようになったらもうすぐ外されるやんか。まあこんだけ怪人があかんんやったらな、若手作うたらええよな。 とで岡田監督も今焦ったはんやろなそうはそうや、ね、そうは言うてもこんだけ負けてたらあかんし勝たなあかんしなとな、うんとかなんとかと思うやろうな、うん、そうしたらあのー、まあやっぱり実績のある人間を使う方が結果が出るやろうとは思うんやろうけどまあでもそれで出えへんねやったら元若手を大胆に使ってもええと思うね 口ととかかいいつことかも出してしいけてほな開き直ってさやったらええんちゃうんと思う時あるけどなうん、うん、あのこのメンバーで打てへんから若いのを入れてちょっとやってみるっていうのは多分みんなもある程度分かるからファンも、うん、まあそりゃええんちゃうかと思うんちゃうほんでこういうレギュラーの普段出てる人が若手が出てきたからまずいなとこれは俺も頑張んなかんなっていう気になって切磋琢磨してやれば あのかもっともっと強なるわなまあそんなことで、えー、今日は負けてしまったということです、えー、ソフトバンクは交流戦の優勝がかかっているから明日の3戦目も勝ちに来ると思いますタイガースも当然勝ちにいかなさ再起でねだけどうんやっぱり点取らんことには勝てないからねそこをどうするかだよね難しいな 明日でも右ピッチャーやから左のバッター、前側とか使えるからあの、点取りやすいと思うんやけどね。難しいとこやね。まあまあ、そんなんで、今日の試合は残念な試合になりました。また明日頑張りましょう。